うゆつでー。うゆつでー。今回は4時間やって回ってきた役職、面白かったシーンを紹介するよ。楽しみ。警察犬。なんだ？警察犬って。警察犬で追跡するプレイヤーを選んでください。よくわかんないからサンドラでいいか。毎ターン変えれるらしいよ。あ、こんな風にどの方向にサンドラがいてるかわかるのか。ボタンがオレンジに光ったら調べれるよ。コンパス。アイテムは自動で使う、使用か使わないを選択できるか、部屋設定で変更できるよ。うわ、広い。覚えれる気がしない。警察犬もコンパスも似た効果っぽいね。トリマ市民陣営だから宝箱開けて鈴を見つけないとダメなんだよな。アンナが死亡した気がする。これは虫の効果かな。これでアンナが死んだタイミングがわかるから地図で二人の位置を確認したらよかったのでは。すまん、これ初試合だったんで。ニックにしばかれる。ニックメリューは狼じゃなさそう。サンドラが見つけたのか。鈴職人っていう役職の人が生き延びたら毎ターン1個聖なる鈴を完成させるよ。あ、生きてるだけでいいのか。まだリリースされて1時間ぐらいだからみんな何話していいか分かってない。ちょ、しめじさん、これ打ってる間にログ消えてくんじゃ。長文打てないじゃん。打たないけど。はてなの位置が分からん。ログが見れるボタンがあるらしい。入力の左。お、これか。これだと遡れるね。いや、それでも困るな。これパソコンはローマ字入力で見なくても打てるのに、スマホになるとどこにあるかわからん。ということで Gボードっていうキーボードアプリをインストールしてきました。機種変の前はしめじと Gボード両方使ってたんだよね。使い勝手悪くなったと思ってたからインストールしてなかったんよね、Gボード。今回は鈴職人だね。生きねば。しかし今回宝箱開けても蝶々しか出てこないんだが。蝶々に近づいたら調べるボタンが光るから押したら宝箱の中身もらえる。何そのワンステップ。おっ、これ乗るやつじゃん。いっちゃ楽し。ウサギの足を発見した。何ウサギって。ここに書いてる時間だけ足がちょっと速くなるんだよ。上まで見てる余裕ないよ。これ通れないの。この抜け穴は人狼だけ。こっちは誰でも使える。なら人狼の抜け穴から出てきたのが人狼だな。抜け穴使ってるとこを見られたら消さなきゃ。コナンみたいだな。見られたら消すしかない。おめでとう。しかし全然鈴集まってないんだが。2個か。あっちーボードってこんな感じです。おしめじより画面が見やすいね。おはよう。個人的にもうちょい大きくなってくれると助かるんだが、多分これが最大だと思う。後から何回も試したんだけどね。慣れてきたら左にログ画面出して右に G ボード出して話し合いしてました。どうやらこのゲーム話し合いの間いつでも投票できて、この人は焦って60秒切ったら人狼の投票時間だと思って近くにいたマリアンヌに投票してしまった。でもここから延長されることが多いので60秒切ったからといってすぐに投票するのはやめましょう。60秒切っても使用できるの？困っちゃったな。ゲイルニコじゃない外国の男子マリアンヌ神なんだけど。あ、こうやって公開することが多くなります。申し訳ございませんでした。ちなマリアンヌはちゃんとニコでした。ああ、かわいい。そういうことじゃない。なんかめっちゃショーンにストーキングされてるんだけど。ふう、一体何だったんだショーンは。全然集まらんな。生きてるだけじゃ限界よ。ショーンの取り調べを行います。
ソフィアと若く城作りたくて。ああなるほど。体張ってるな。人狼王ってのはラスールじゃないと釣れないから今回はジェシカに投票しようって言ってたよ。あっち王様すいません。だから落ち着けって。2ゲーム目なんで許してください。人狼王を処刑できませんでした。なるほど。こういう使い方もできるのか。みんな1時間半ほどしかやってないのに詳しい。人数減ってくるとこういう宝箱開けれなくて辛い。誰か来て。人狼が来るかもよ。あ、ほぼあんたの作った鈴だけだったからね。死んでも聖なる鈴は探せるので市民陣営は落ちずに宝箱開けてね。マジか。人狼置いてるなら鈴勝ちがいいよな。エマはすれ違っても何もしなかったから白く見えちゃってたね。鈴私が2つ壊した。アッポー神だと見つけたら壊せるのか。合計4個人狼が壊したらしいよ。そりゃ勝てませんわ。続いて FF さんと合言葉。復讐者。今回の復讐者はなんと自分であだかたきを倒せます。恋人って会わないとダメなんじゃ。探しに行こうね。復讐者で対象にするプレイヤーを選んでください。サンドラ以外なら誰でもいいか。久しぶりに一緒に遊ぶマイクを選ぶなよ。ちなみに人狼みたいに毎朝旧敵を選ぶか選ばないか決めれます。サンドラ独行。サンドラは初ダンジョン人狼なので動けてません。ちょい。何が起こった？どうやら猫股のアーニーを噛んだ模様。ちょっとサンドラはキュービで勝ってんじゃん。ああ勝てるんだね。ヘルプ。まだ3ゲーム目だからヘルプできないよ。続いてフレ君。聖騎士。おお、これは楽しそう。聖騎士は市民陣営を倒そうとすると自分がやられる。いや6人だと時間なくて会えんて。今やってるのはほぼ人材部屋だから適当にやっつけて大丈夫。ええな。味方は暗殺だけ。今回の暗殺は部屋設定で何回もやっつけれたりします。暗殺も聖騎士も初日能力使えるか使えないか部屋設定で決めれるので要確認です。部屋建てたことある方はわかると思うんですが、部屋設定が細かい。だいぶ苦労してたね。フレ君歩き方かわいい。だからなんやねん。なんかあるんでしょうね。毒ムカデに刺された。アイテムの数も部屋主が決めれるんだけど、自分でも把握できないし編集時どうしたらいいのかさっぱりわかりません。そもそもこの画面のどこにキャラを置くのか、からだよね。はしごはスピード変わらんのか。これはジェシカと対決か。いや逃げた。と思ったら隙を見せたらあかん。この後恨みでずっとジェシカをストーキングしてました。怖い怖い怖い。待てジェシカ。このもう盗賊の方が強いのか。あれ？マイクが人狼？逆面人狼だからジェシカに変身してたんじゃね？ああ、そういうことか。うん？盗賊に負けたから盗賊希望してみた。コインを一番集めて生き残ればいい。生き残るのが大変だな。まあ親切に誰に襲撃されたかメモに書いてるわ。
誰に会ったとかも書いてくれてるよ。困ったら活用してね。あっこれがあると恋人のところ行けるじゃん。恋人いてるときアイテムに入れたら良さそうだね。ということでまた恨みから付け回します。なんだと。いやそもそも死者は宝箱開けれんから。実際はアーニー小さくてすばしっこいな。待て、楽しそうで何より。ゾンビ買ったのか。これはすごい。ゾンビマニア入れたからかな。博士よりマニアの方がいいかなって。博士は感染良くないもんな。この辺りはみんなサンドラコスで楽しんでたよ。グル。いや7人しかいないのに3人も食べれやんて。部屋設定で人数変えれるよ。適当に入れたらダメだね。今回はアイテムに占いや賢者、霊能があるから役職としてはないんだよね。アイテムが本当に多い。明日あたり役職、アイテム解説動画作れたらいいな。ちな他の方の動画は全く見てないのでネタかぶりはしそうです。まああるあるっしょ。マジ食べるものがない。 YouTube に引っかからないように表現するのも一苦労。あち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 ゃ。なんだこれは。溶岩吹き出してるとこは通れないみたいだね。ミカ丸飲みされてる。本当にみんなサンドラコスだね。かわいいやろ。こういう楽しみ方もあるのか。合言葉だからね。グールがゲールに見えるな。ミカが消化されちゃった。え？子供のお腹からばあちゃんが生まれた。また盗賊かよ。宝箱開けながら逃げるしかないね。鈴集めて終わらせれたらいいけど9個はな。怖い怖い。旅行乗り？5秒動けないのかな。ちょサソリおるやん。砂漠迷宮にはいろんな仕掛けがあるんだよ。あぶね。みんなはなんだ。敵が多すぎる。怖い怖い怖い。上だったみたい。人狼を英語で言うとレアウルフ、フランス語では？知らんがな。いや大金をくれ。何？ローラはフレディ付き純愛かな。あと3人なんだ。逃げろ。多分生きてたら勝つ。朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足、この生き物は？わかりません。さあどっち勝つれば勝ちだ。絶対勝つぞ。人外部屋で城だという意味はどこまであるのか。それは思った。よし。
追っかけた。ミカコの人数でゾンビなら勝てたんじゃ。ソフィアに感染できてなかった。大距離取って正解なやつ。ここからはこれに近い構成で立てます。暗殺者、聖騎士は初日から何度でもしばけます。人狼はいろいろ使いたいので数は3で固定で入れ替えていきます。恋人は途中でキューピーに変えます。キュービーも毎日何度でも噛めます。このゲームは打ち合わせしてる時間があんまないのでささやき系は外します。ささやき廃業者抜いてグールにしました。アイテムの解説したいのに多い。解説したいこと多すぎ問題。客面人狼、恋人、やっと狼回ってきた。この辺でしか課金の恩恵がないんだよな。課金したいなら人狼やマダミスおすすめ。ローラに会いに行かないと。オッケンシン楽しそう。トリマ左の人でいいかってなりそう。SP エマだね。かわいい。え、狼ってずるくね。せこいね。あ、どうした。屋敷設定間違えた。聖なる鈴を宝箱から発見できる数を1にしたつもりが勝利条件にしてしまった。誰かが鈴を見つけた時点で終わりだと。みんな集まってくれたのに申し訳ない。ということで適当に鈴の数9個にしてきました。ビビった。また盗賊の、また恋人。これは盗賊用に入れたアイテム。まだ開いてない宝箱へ飛ばしてくれる。ただ盗賊以外にはなかなか厄介で。こうなるのか。まあ部屋設定でアイテムを使うか使わないか選択制にしたらいいんだけどね。あれ、スキップできないのか。スキップですと。こちらも部屋設定で処刑見送りができない、1回、2回、と選べるんだよ。スキップ機能がある部屋の方が多そう。体感この後ちゃんと設定いたしました。少しずつ詳しくなっていく。みんな詳しくてありがたい。春休み中だから時間あるのかな。延長希望、延長希望。みんな使える。狼も含め自殺できるんだ。自殺も部屋設定でできる、できないがあるよ。あ、頭が。やった、お気楽サンタ。恋人多いな。ちょいきなりミイラやめて。このアイテム正直どうでもいいんだよな。ああ、どうでもいいの見てる間に捕まった。あ、ミイラは見える範囲が狭くなるのか。でも右上の地図で見えてるからあんま問題ないかな。いや問題あったわ。サソリが見えなかったか。いや来るなショーン。おっ、渡せた。超楽しいやん。いやもう。わっつ。グールなかなか死体に会えないから一人食べたらいいようにしたんじゃん。あれ、あったっけ。急ぎの割に結構買ってる。グールは食べないと勝てないし、食べたら恋人買っちゃうし、恋人いなくなったら食べ物ないし、底辺だな。トーマスミカが勝ちだな。え、わかんないなこれ。サンドラいるか。わかりにくいねー。これは強欲だな。全員見えてるからね。ばあちゃん誰にやられた。ちょまたかよ。大盛りだな。ばあちゃんしか見えんな。グール死体数2にはしたけど怖いから通行しとくか。死
体報告した方が広いのかね。そこ恋人？あれ？赤ちゃってないの？ちゃんと人狼ボタンあるよ。人狼よりわかりにくいな。この話し合いの時しか話せないからね。この間に相談してすり合わせるの大変だな。この時見送り方わかってなかった。まだまだスティックボタンで動かすの慣れない。楽天で9番で春モバイルジョイスティックっていうの買ったから早く届いてほしい。ユーパケットだから明日は難しいかもね。昨日ダイソーや家電量販店、スリコ、スマホアクセサリーショップ巡ったけどなくて結局通販。おっちゅさつ。ちな今日はセリアでスマホ用指サックなるものを買ってきたけど、まだ使ってゲームはできてないから使用感はまた後日。誤字多いんよね。これで誤字が減ったらいいんだけどどやろか。プロコンみたいに持ちたいけど文字入力せなあかんしなかなかむずい。スーザンが二人？アンナが100年人狼だからアンナだな。あのスーザン。なるほど。恋人まだいたみたい。相方のショーンだったわ。盗賊はもういいんだよ。数がすごい。探索中にサンタからプレゼントを受け取ったようだ。え？お知らせが来るのか。ということはすれ違った人の中にサンタがいてるというヒントになるのか。メモにあった人は名前書いてるはずだよね。おーなんて便利な機能。この後やられちゃったので、ソフィア・サンドラで双子やってました。名前隠されたらどっちがどっちかわかんないよ。かわいいのー。もっかい見送り？見送りかな。俺丸のみ人狼の腹の中にいてるのに見送らないでくれよ。誰かの悲痛な叫び声が聞こえた気がしなくもない。ふざけんなー。うわー、かわいそうに。誰が丸のみされてたのかな。クリスだ。見送るなよ。おもろ。ここから恋人じゃなくキューピー。いや、選択制はこれがあるからな。 SP 選ぶとこあるよね。マイクに会いに行かなくては。マイク見えてない。いた。いやん、なんかドキドキした。しかし、マイク推奨玉で見たらゾンビでした。ゾンビはきつい。ゾンビはみんなの敵だからな。見送ろう。一旦見送ろうな。ああ。あんなキューピーか。あれ？
アッフェイ純愛かな。あ、惜しかった。エマ透明になるから今見てよ。なったね。スーダン行くかな。ジェシカ行ったのか。面白いね。暇だし散歩してたらさ、新しいアイテム発見したんだ。これだとやられた後も楽しいね。いや、みんなの倒れてるの可愛い。全部欲しい。でもキャラ貼るスペースがな。そやな。撮影時にマメにキャラボタン押すしかないか。ティナ・バミラは呪いの像で復讐に呪われたよ。強いな呪いの像。暗殺きたきた。人外部屋の暗殺は楽しすぎる。役職を見える見えない設定ができるよ。聖騎士縛いたらないそうだから見えない設定にしてるよ。早速スーザンの帽子かぶったよ。おっ、これ PV 動画で見たとこ。暗殺って結構遠いとこから撃てるのに、この時は近づかないとダメだと思ってたので、近づきすぎたせいでゲイルに見られてたらしいんだが、今チラッとゲイル映ったね。チラッとすぎて見逃してた。で、ここからフレ狙えるのに、近づこうとして返り討ちにあった。フレディは復讐だったよ。グール止まるのに人狼は相性が悪い。グールから見るとね。わら、人狼はまだ発動したの見たことない。またクリス食べられてるのか。消化されるのかしないのか。誰も処刑されませんでした。ああ。え？丸のみは身代わりできないんだね、純愛でも。ということで4時間を約30分にグッとしました。ダンジョン人狼は見るよりやる方が楽しいと思います。感染したけど部屋主視点だけだったしね。ありがとうございました。だわ。ありがとうございました。だから丸のみの身代わりはできるかちょっとまだわかんない。ありがとうございました。鳥呪われてるけど、それはお墓のキャラが賢者の推奨？見つけて受殺したらしい。墓からの受殺とか困る。やはり狐も手下が必要だな。賢者の推奨破壊してもらわんとな。グールはやはり死体と出会わないから丸のみはやめよかな。って感じです。今後のダンジョン人狼のプレイに少しでも役に立てば嬉しいです。ではまたね。